皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、100均コスメのみを使ってオレンジメイクに挑戦してみました。思っていたよりちょっとオレンジ味が少なくなってしまったんですけど、見てくれたらなと思います。それではどうぞ。まずはこちらのエスポルール BB クリームのオークルを使って肌全体をこうなじませていきます。まあ、BB クリームなので3色展開だったんですけど、過去の動画で私この色の付け比べをしてるんですけど、この色が私の黒梅の色に一番合ってたのでこれを使います。っていうか今までの100均の BB クリームの中で一番カバー力があると思います。指でこう伸ばしたらこの100均のスポンジで伸ばしていきます。はい、こんな感じ。まあニキビとかはねさすがに隠れないんですけど、まあいい感じに毛穴とかを隠してくれる感じです。でどちらかというよりマットというよりはツヤ肌っぽい感じにしてくれると思います。私この感じ好きです。次はこちらです。さっきのやつのこっちがオークなんですけど、ライトナチュラルっていうカラー、多分一番明るいカラーなんですけど、こちらを少量取ってハイライトを入れたいところに下地みたいな感じで入れていきます。私はこの T ゾーンと目頭取りすぎたあとはここの唇の頂上らへんと顎にのせます。次にこちらのエスポルールパウダーファンデーションのオークルっていうカラーのこのファンデーションをブラシで、これも春姫のブラシなんですけど取って上に重ねていきます。いい感じにサラサラという感じになってくれたんですけど、こんな感じです。でシェーディングを入れたいんですけど、シェーディングカラーになりそうなものがなかったのでノーズシャドウ、エルファノーズシャドウ小麦肌系っていうやつのこっちのカラーを筆にね少量ずつ取って具合を見て入れていきます。うーんってあったらできるこの溝にはめて塗ってきます。あとはこの顎のラインにも入れていきます。そしたら今入れたのと同じカラーをブラシでまた取って眉毛を描いていきます。そしたらこちらのクレヨンタッチミーのアイブロウマスカラ E ソフトブラウンっていうカラーを使って眉毛を染めていきます。これ髪の毛明るい時に買ったのでかなりちょっと明るいかなと思うんですけど、こんな感じでブラシがね特殊なんですよ。上の方にねサラサラってこうなんていうのこのブラシっぽいのがあって、わかるかな、ここにだけついてるっていう感じです。ここ使って塗ってみます。はい、こんな感じになりました。ちょっと眉毛のね形がね左右で違うんですけど、本当にこれは上達させたいようにさせたいので頑張りたいと思います。で次さっきのこのノーズシャドウのカラーを使ってノーズシャドウを入れていきます。この目頭、眉頭から鼻のこの筋に沿って普通にストンって落としていきます。こっちのハイライトカラーを使ってさっきハイライト入れた位置と同じところにのせていきます。指で取ってのせます。これも割とナチュラルなハイライト、取りすぎないように本当にさらっとタッチしただけで入れると割とナチュラルに入るので、この2色入りのこれは結構万能に使えるんじゃないかなって思います。眉毛にも使えるし、シャドウじゃないや、眉毛にもハイライトにも使えるし、シェーディングにも使えるし、ノーズシャドウとしても使えるしって感じなので、これは1個持てていいんじゃないかなって思います。次じゃあアイシャドウ、こちらを使います。エルファシャインカラーアイズ C ゴールドっていうものなんですけど、まず下地といいますかアイホール全体にこちらのカラーをのせていきます。白よりちょっとクリーム色に近い感じのカラーになってます。めっちゃ雨降ってきちゃったよ。次はこちらの濃いめのブラウンを目尻の方にのせていきます。そしたらこちらのゴールドのカラーをこっち側の目頭側の上まぶたと涙袋に入れていきます。こちらの一番明るいっていうか一番白いカラーを涙袋の目頭側に重ねます。
こんな感じです。発色が微妙だなって思ったんですけど、まあ、まあまあまあって感じですかね。今回はアイライナーなしで普通にマスカラに移ります。エルファツインサイドマスカラ A ブラックっていうものです。これパッケージ買いで買ったんですけど、結構ねブラシもなんていうのいい感じ、わかる？こんな感じでゴム系のブラシで、繊維みたいなのは多分そこまでボリュームは出たりはしないんじゃないかなって思います。塗ってみます。あ、やばい、ダマになるやつ。こんな感じになりました。思ったよりダマになったので、ちょっとコーム、自分で持ってるコームでちょっと溶かします。このブラシの部分、あのマスカラのブラシの部分が、あのすごい伸縮性のあるゴムなので、あの逆に塗りにくい、まつげにも負けちゃうぐらいブニョニョンっていうゴムなので、ちょっと塗りにくいかなっていう感じです。マスカラはちょっと一旦乾かしといて、リップとチークを先に塗っていきたいと思います。チークはですね、オレンジメイクなんですけど、オレンジオレンジしてたらオレンジレンジになっちゃうかなっていう、ちょっとボツ、オレンジオレンジしてるとあんま良くないかなと思って、まあ、オレンジ寄りのっていうかコーラル系のクリームチークを使います。これがエスポルールのクリームチークですね。コーラルっていうカラーです。ほっぺの高い位置に入れてきます。高くもないけど横長に私はいつも入れてます。こんな感じ。最後リップがですね、このエスポルールのカラーリップオレンジっていうものを使っていきます。色はね、わかるかな、こんな感じ塗ってきます。グロスとかがいらないぐらい結構うるうるしてくれるので、まあこれ一本でいいんじゃないかなって思います。最後にまつげを上げてメイクの完成です。はい、こんな感じでオレンジメイク完成しました。本当のオレンジっていうかな、を使ったのはリップだけなんですけど、ちょっとアイシャドウをゴールドミっていうか黄色に近いゴールドミがかかったアイシャドウを使ってみたり、あとはオレンジリップを使うってことだったので、ここ全部黄色かったらちょっとくどいかなと思って、ほっぺはコーラルピンクを入れてみたりしました。今回は1000円以内で仕上げたかったので9アイテムを使ってみました。このアイブロウマスカラはキャンドゥで、他は全部ダイソーで売っているので、ぜひぜひチェックしてみてほしいなと思います。よかったら100均メイク続編待っててくれたらなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。